本日第204回国会の開会式に臨み、全国民を代表する皆さんと一堂に会することは、私の深く喜びとするところであります。国会が国民生活の安定と向上、世界の平和と繁栄のため、長年にわたりたゆみない努力を続けていることを嬉しく思います。ここに国会が当面する内外の諸問題に対処するにあたり、国権の最高機関としてその使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。